はい、ドン・キホーテで、早速買ってきました。あれどこ行った、とりあえず風邪ひいてるから、このジオビタドリンク、これは絶対飲んどかなあかんよね。それで、カラコンなんですけど、いつも買うエバーカラーの、ナチュラルの、こういった、シャンパンブラウン と、ハロウィンやからこういうねちょっと変わったやつね、この赤、目めっちゃ赤なやつね、こんな買ってきました。まあ今日両方使えるかは分かれへんすけど、まあ、とりあえず今日は除草するということで、まあいつもの、みやさんよくエバーカラーとか使うんですけど、まあ、エバーカラーさんの、まあ、シャンパンブラウンでちょっと黄色っぽい、あ、明るい目ですね、それでちょっと、メイクの方やっていきたいと思います。それでは家に向かって出発、よいしょ、行くでいいよ。出口どっちだ、こっちだ久々に来たわ。もう長いことカラコン買いに来るときいつもな、ここドン・キホーテないけどね、うん、今ここ明るいからいいけど、外出たらあれよ、ルームランプないからもう真っ暗よ動画になれへんかなってななあ、しかもめっちゃ腹減ってきたしな俺今、うん、腹減ったな。本当は除草してメイクして、料理作ったり、除草してご飯食べようって思ってんやけど、多分おそらくそれまで僕のお腹が持ちそうにない。ここ段差ごっついなこれ。痛い、もうほんまにないやねん、もうほんまに。はい、ということでね、ちょっと動画が長くなったらダメなんで、ちょっと家までワープします。それではまた後ほど。卵168、これにしよう。6個入り168。はい、ということでね、食材をねちょっとね今お店のちょっと女の子に協力してもらいまして、ちょっと焼き飯の作るやつを聞いてね、何がいるかなって聞いてちょっと食材を買ってきました。とりあえずね、みんな一応意見が多かったんで、焼き飯を、作るっていうことに、しました。はい、できるかなやってみよう、やってみようやね。ということで、家に帰ってきました。イエーイで、食材の方ね、買ってきたんですよ。早速食材を買ってきて、さあ何を作るのかな、みやたん。はい、で早速ね、ちょっと生放送するのはまあご飯のあれもそうなんですけど、まあちょっとこのメイクってすごい時間かかるんですよ。だからメイクして、その女装の完成した姿、完成した姿で、生放送します。それでご飯を作っていくところは生放送でしようかなって思ってます。できるか分からへんけど、カメラアングルが難しいよな。固定の方が、動画にした方がいいのはいいと思うんやけど、まあ生放送もやり終わったら勝手に動画になるから、うん、まあとりあえずなんやかんや言わんと、とりあえず紹介していきましょう。はい、まずじゃん、卵、塩ビタドリンクね、これはドン・キホーテで買います。はい、ピーマン買ってきました。やっぱチャーハンって言うとやっぱこれでしょ、厚切りベーコンと厚切りベーコンね。じゃん、人参買ってきました。CM でも見たことある香味ペーストね、これ1本でっていう味付けがね、もう料理をやったことない初めてのみやさんにしたらめっちゃいい心強い仲間やと思います。残念なことに、これはちょっと残念なことにあれなんですよ、僕ほんまにご飯とか初めてで、ご飯とか炊いたことないから、ご飯のその米とか水の割合とか全然分かれへんから、で炊くまでに時間もかかるし、やっぱ
こう動画も上げらなあかんし生放送もねするっていう中でそのやったことないのにご飯炊くだけで時間かかってる生放送なんか最悪やから、まあ、そこはちょっとお店のね女の子といろいろ聞いて相談したところまあこれでもいいんじゃないかなと、佐藤のご飯これこんだけやったら多分いけるかな。佐藤のご飯をチンしてでフライパンで言うたら今この食材を使ってやってみると、まあ、初めての料理にしたら十分やと思うんですけどね。どうすか皆さん、どうすか、ね、で先ほど車でも紹介したんですけど、カラコンはまあ、宮田いつも使っているこのエバーカラー、はい、エバーカラーのね、これシャンパンブラウンですかね。シャンパンブラウンで、BC8.7 ですね。でサイズの方は 14.2 じゃなくてちょっと大きめの 14.5 です。はい、で一応レジのところでこれ買いに行ったんですけど、まあ、ハロウィンということもあってじゃん、これ英語で書いてないからトロンプルイユ、トロンプルイユっていうやつで、トロンプルイユカタカナで、これワンデーで1日使い捨てで、これが BC8.6 の、これちょっとちっちゃいかな、 14.0 ですね。でこの目の色が赤です、真っ赤っかです。みやさん黄色とか白目とかやったことあるけど赤ってやったことないんで、赤ってで赤ってかっこいいからちょっと一回やってみたいなとか思ってたけど、まあ今日は女装やから赤の目するかって言ったらせんかもしれんけど、こっちやと思うけど、こっちやと思うけど、ね、早速ちょっとねめっちゃ腹減ってきた、早速ねちょっと暑いな、クーラー入れようかな、早速ね始めていきたいと思います。はい、生放送の方はまだちょっとこのお化粧とかこの格好が、僕まだこんな格好ですよ、まだめっちゃ私服やんみたいな、こんな感じですわ。はい、それではまた後ほどお会いしましょう。それでは皆さんメイクアップしよう。はい、それでは、早速今から、お化粧の方をしていきたいと思います。もうめっちゃ腹減ってきた、ほんまマジで、もうさっき食べたのかなって思うわ。もう化粧とカッコするだけで1時間ぐらい多分かかると思うからさ、みんなもういつ生放送すんねんって早せえよとか思ってるやろ、ほんま待ってな、そんなこと言わんと。今日も日曜日やから、まあ、夜遅くから、まあ夜中までっていう幅で生放送考えてて、まあその1時間か2時間か、まあ、体調にもよりますけど、しんどかったらまあ途中でちょっとあれなんですけど、まあまあ、まあ最低でも1時間は絶対しようかなって思ってますんで、はい、まあお楽しみにしておいてください。はい、それではね、まずもうこの状態からですよ。まずちょっと水分補給ということでね、ハトムギ化粧水僕いつも使ってるんですけどね、これちょっと水分、まずは水分、水分ですね。ああ潤う、めっちゃ潤う、めっちゃ潤う、こういうの結構大事ですからね、ハトムギ化粧水で。で、まあ、今日はもう女の子になるっていうことで時計とかこんなのいらんので外していきましょう。はい、よいしょ。こんな動画やってたらさ、化粧の動画今から始まるんかなって思うやろ、思うやろ、もう今だけよ、ここだけよみたいな。今からもう化粧めっちゃ時間かかるから、もうこんなんやってたらずーっと見てる人暇になるから、それはまたね、生放送で、もう完成した僕の、女装の完成した僕で、まあ、料理を作っていくっていうので、生放送でお会いしましょう。それでは、今からメイクしていきますので、後ほど、メイクが完成したら、生放送を始めます。まあ、予定なんですけど、予定では夜の22時、夜の10時ぐらいに生放送を始めれたらいいかなと思います。で、もし夜の22時、10時、ちょっと超えるかもしれないですけど、まあ一応予定では夜の22時
に、生放送を、しようと思います。はい、それではまた22時にお会いしましょう。